1980年のイルピニア地震の後に90回の余震が発生した。主要な断層破壊は80秒間に3回発生し、それぞれの震源は別々の場所であった。このうち最大の断層破壊で最大加速度は 0.38G を記録し、0.1G 以上の揺れが10秒間続いた。3つの断層破壊で 0.01G 以上の揺れが、 合わせて70秒続き、長く激しい揺れとなった。地震動の中心は、コンツァデッラ・カンパーニアにあり、2483人以上が死亡、7700人以上が負傷、25万人が家を失った。アベ・リーノ県の拡張村は、最も深刻な被害を被った。サンタンジェロ・デー・ロンバルデでは、児童養護施設にいた子供27人を含む300人が死亡し、 町の80%が破壊された。バルバーノでは日曜礼拝の最中に中世の教会が崩壊し100人が死亡した。利用にコンサデッラ・カンパーニャ、テオーラといった町も破壊され、ナポリでも10階建てのアパートを含む数十の建物が倒壊した。被害はナポリ及びサレルノを含む26000平方キロメートル以上の範囲に及んだ。イタリア政府は 復興に59兆リーラを使った。一方で他国が寄付金を送っており、西ドイツは3200万ベイドル、アメリカ合衆国は7000万ベイドルを寄付した。しかしながら、1990年代初期、大きな汚職が明るみに出た。被害者の援助と建物再建に使われるはずだった何十億リラのうちの大部分が、1980年代に震災復興基金から消失した。 震災復興に使われた400億ドルのうち、推定200億ドルは、完全にその地域の新しい富裕層を作り出すのに、費やされ、64億ドルは、カモンラというマフィアの手に渡り、40億ドルは、賄賂として、政治家の手に渡った。全体の4分の1に当たる残り96億ドルが、実際に被災者のために使われた。地震の後、マフィアが復興の建設事業に参加した。 ありがとうございます。